統治二論の初版本、統治二論は、1690年に、イギリスの政治学者、ジョン・ロックによって表された二編の論文からなる政治哲学書である。統治論二編、市民政府論、市民政府二論とも呼ばれる。アメリカ独立宣言、フランス人権宣言、及び古典的自由主義の思想に大きな影響を与えた。第一論は、ロバート・フィルマーによる、 国王の絶対的支配権は人類の祖、アダムの子供に対する不権に由来するという王権真珠説に対する反論である。全十一章。第二論において政治権力の起源を王権真珠ではなく社会契約にあるとして範囲や目的についても論じた。全十九章。ロックは政治思想家ロバート・フィルマーの著書パトリアー化で語られる。 王権真授説への反論を行っている。フィルマーによれば王権は神によってアダムに与えられた支配権に由来する。その根拠としてフィルマーが挙げるのは聖書で神からアダムに語られる海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めようであり、また、ノアとその子供に語られる地のすべての獣、空のすべての鳥、地に這うすべてのもの。 海のすべての魚は恐れをの,のいて、あなたがたの支配に福祉である。この権利はエヴァに語られた、あなたは夫をたい、彼はあなたを治めるであろう。また十回の第五番目、父を敬いとの記述から不権と結びつけられ、その直系子孫へ伝わる。その結果、アダムの血筋の直系に最も近いものが、この支配権を相続し、それが王権なのだというのがフィルマーの主張である。 これに対してロックは、そもそもアダムに権利が与えられた時には世界にはアダムしかいなかったのであり、この権利はアダムが他の人間を支配する根拠とはならず、むしろアダムを代表とした全人類に与えられたものであると反論する。またのノアへの言葉はノアだけでなく、ノアの子供たちへも向けられていて、不権とは無縁であることを指摘する。さらに支配権と不権は関係ないとロックは言う。 なぜならば、エヴァに語られた言葉は、アダムとエヴァの楽園追放時の言葉であってそんな時に、神がアダムに特権を与えるはずはなく、また10回の第5番目の言葉も正確には、あなたの父と母を敬いであってフィルマーは意図的に、母を敬え、という部分を省略しているからである。さらに、アダムの血筋の直径に、最も近いものが支配権を相続するのであれば、 多数ある王国のうち一つを除けば、他の国の王は正当な支配権を持たなくなること、また共和国の統治者には正当な支配権がないことになるとロックは指摘し、従ってそのような絶対的な支配権は存在しないと論証する。ロックは国家を基礎づけるために自然状態についての考察から始めている。ロックの自然状態では人間は自然法に従った。 範囲内において完全に自由な状態にあり原則的に服従関係がない平等な状態である。ここで導入されている自然法の規範によれば人間には所有権が認められている。この所有権の起源は労働に求められすべての人間が持つものである。もし自然法が認識されずにある人物の権利が侵害されれば当事者は抵抗することが可能であり、また 第三者であっても制裁を加えることが可能である。この状態を戦争状態にあるとする。しかし、自然状態では、確立され安定したーチの方、ーチの公平な裁判官、判決を適切に執行する権力が欠けている。そのため、所有の相互維持という目的のために、自然法の解釈権や執行権を理解力ある一部の人々へ移譲することで、 安定的な自然法の秩序をもたらすことができる。ただし、政治社会を形成するためには対等な権利を持つ人間による相互の同意が不可欠である。こうして、政治的な統一体が成立すると議会という統治機関による多数決で、すべての構成員を拘束する立法や行政などの権利を有することができる。しかし、自然法という前提の規決として、 政治社会の立法行為は、自然法を逸脱することはできない。立法権は常設の必要がなく、また立法権と執行権が同一人の手にあると、利己的に用いられる恐れがあるため、しばしば分離されることがある。また他国との和戦、低迷、交渉を行う権力を別に連合権とするが、実際には執行権と統合された組織によって、実行される。この三権のうち、 立法権が最高権であり、他の権力はこれに従属する。社会の成員となった個々の人間の権力を社会から取り戻すことはできない。しかしながら、政府が人民の共同の利益から外れ権力を乱用するようになれば、政府はその由来と権限を失い解体されたとみなされ、人民は 新しい形態の立法権を定めたり、古い形態のまま新しい人間に立法権を与える権利を持つ。これが人民の抵抗権であり、このことで人間の生命や財産の所有は保障される。ありがとうございます。